マラレ山はアフリカ大陸北東部に存在する清掃火山として形成された山の一つである。マラレ山は北緯13度16分、統計41度34分付近に位置し、山体はエチオピアとエリトリアとにまたがっている。ただし、この山の最も高い場所はエチオピアのアファール州側に存在する。なお、この最高点の標高は、 約1875メートルである。マラレ山は、東、アフリカ第一交代の北端部に位置している。清掃火山として形成された山であり、直径約6キロメートルのカルデラが存在する。清掃火山であることから、明らかなように、この山は、過去に何度も噴火を繰り返してきたわけだが、2017年現在において、前回の噴火は、 果たしていつであったのか正確には分かっていない。なお、マラレ山は付近に位置するナブロ山などの他の火山とともに地類の中に位置し、付近の火山とともに火山群を形成している。上がエリトリアのナブロ山、下がエチオピアのマラレ山エリトリア南東部で火山噴火及び M5.7 の地震発生エリトリア大使館グローバルバルカニズムプログラム。 マラル。2018年8月20日閲覧。グローバルバルカニズムプログラム。ソークエール。2018年8月20日閲覧。ありがとうございます。